K-MAX カマン K-MAX はカマンエアロスペースが開発した交差反転式ローターのヘリコプター。外部に貨物を釣り上げて輸送することに特化している。アメリカ軍の K-MAX このヘリコプターはペーパークリップ作戦でカマン社に入ったドイツ人のアントン・フレットナーが第二次世界大戦中に開発したフレットナーフロリダ282コリーブディと同じ原理が使われている。 K1200KMAX エアリアルトラックは世界初の外部に貨物を吊り下げて垂直に飛行することに特化した設計のヘリコプターである。幅の狭い機体構造はパイロット両側の視界を確保するためである。また機体によるダウンウォッシュ空気抵抗が減るメリットもある。KMAX はカマンの交差反転式の技術とサーボマイナスフラップ制御を用いている。 これは互いに反転する回転翼をメインローターとしテールローターを持たない。これによりエンジンの力をいかなる状態の時でも高い効率で浮上に利用できる。また操縦特性が左右対称で従来のヘリコプターと比べて自律安定性が高い。テールローター機に比べて完成モーメントが少なく運動性や機動性に優れている。また導入した。 赤木ヘリコプターによれば騒音が少ないという危険性の高い用途のために遠隔操作による無人ヘリコプター版の KMAX が開発されている。戦場での使用と同様に化学災害、生物災害、放射性事故での使用が想定される。2013年3月現在、アフガニスタンなどにおいてアメリカ海兵隊が物資輸送において試験的に無人型を 限定数用いている。出店、www.kamano.com e 初言性能。ありがとうございます。